はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはじめ、いらっしゃい、ゆっくりしてってね。朝だよ、朝だよ、おはよう。まあ朝なんでね、まあまったりとしたテンションでいきましょう。よいしょ。はい、おはじめ。どうも。はあ、もうすぐ休みが来ますわ。またあの退屈なお屋敷に数日間も囚われなければならないと思うと。はい、おはじめ、どうも。悲しくなります。いやー、テック洞窟洞窟、テックス洞窟洞窟ってなんだ。テックス洞窟攻略終わってさ、なんかちょっと頭痛くて、頭痛いなと思って、ちょっと寝るかと思って、その後寝ちゃったんだよね。で、起きたら4時半ぐらい、いや、4時過ぎだったかな。で、なんか、頭痛いのも治ったから、はあ、頭痛いのも治ってすっきりしたから、何やろうかなと思って、せっかくだし、朝に麻雀でもやりながら、のんびり。よいしょ。のんびりやろうか、つってことで。寝てなくない？寝たよ。うん。寝たよ。すっきりしたので。めんどくちゃい。はい、おはよう。おはよう。まあ時間が時間だしな。5時半だもんな。かな。弾きってショートスリーパーなの？うん、だよ。ドラか。ドラか、ちょっと持っててもいいかな。そう、8時からメンテあるからね。まあ長くても2時間ちょいだから、まあええかなと思って。これどうしよっかな。まあピンズ切っちゃうか。いや頭あるしな。いやでもまあピンズ切っちゃうか。いやもうでもな、ドラ重ならないと。ローソーかチーソー来てくれたらいいけど、ちょっとしんどいか。まあとりあえずピン付きって考えるか。さっきチャットか何かチラ見してたから。あ、チャット？ん？何何？チャットなんか出てた？おはじめ、おやすみ。はい、おやすみ。ゆっくり寝てね。リーチです。よし、 E1 か、スーワンもしくはトーン。リーチにゃ。
うん、おはよう。トンが出たらいいね。それポン。まあ、トン出そうだけどな。ポンです。ダブトンはつかないよ。なんだからね。親じゃないから。あ、やっぱり出るよね。ごめん遊ばせ。ロンは出るよ。トンは出るよね。初見です。おはようございます。はい、おはよう。3、4、5。いいね。6、7、8と。早いよ、これ。めちゃくちゃいいハイパイじゃん。こりゃ早いよ。ポンしちゃおうかな。親だしな。ポンしちゃおう。あー、いいね、いいじゃん、いいじゃん。まあ、形としては悪くないな。ただ頭がないので、頭がないので、できればもう一枚ローピン引っ張ってくるか、まあ9ピンかな。師匠とのコラボは今日だね。今日の21時からだよ。頭、あ、でもいいぞ。これで1、2、3、4の、数層切って、ピンズの町、ローピンか9ピンくれば上がり。だけど、まあ、9、出るとしたら9ピンかな。ランさん、スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャット、メンバー登録ありがとうございます。まあ、9ピンは出るよね。初のみ。親なんで1500。また初が重なってるね。これは美味しい。ってことで、これはまあ、またここで春通がもうできてるね。春通が4、5、6の春通ができてて。あ、3が重なってくる。ここはトンかな。とりあえず今起きた。おはよう。あ、パワーワンが重なっていく。まあチュンも切っちゃっていいかな。チュン切っちゃって、チーワンが来れば、もうパワーワン切って、あ、E1、まあ頭はもう確保できてるから A として、まあでもここでリャンワンかチーワン来てくれれば、ちょっと待ってよ、どうしようかな。悩むな。いや、246で取っときゃいいんだけど、246のリャンカンで残しときゃいいんだけど、ポンですよ。ちょっともうここポンしていって、はい、おやすみ。ゆっくり寝てね。リャンカンで待ってた方がよかったもんなーとも思う。今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
問いつが多いなこれ。リーチです。先にリーチ切られちゃった。まあですよねっていう感じで。ここはごめんなさい、ね、現物落としたけど結局積もられちゃったっていうあれね。うん、跳ねたね。まあ自敗からの処理かな。このターピンをなんか活かせる何かが来ればいいんだけど。なるほど。パーソー、いやーちょっとしんどいし切るか、ちょっとしんどいし切っちゃうか。これでイーペイコーの形でスーワンかチーワンが来ればイーペイコー組めるし、さてあとは頭がないんだよね。イーペイコーにしちゃうと、なんか頭で重なってくれた想像あった想像でね、何か重なってくれればいいんだけど。さあ頭待ち、どっちがいいかなっていうところで、三蔵が見えてるんで、上茶から両蔵がワンチャン出る可能性が高いということで、三蔵を切って両蔵の短期待ち。シマちゃんも イーソー切ってるしね。ヤンゾーならポイって出してくれそうな気もするんだけどな。積もった。積もですわ。これはいいね。リーチ、タンヤを赤に、裏も乗った。でかいでかいでかい。
さあ、ちょっと遠いな。まあ、ダマ店はね、まあいろいろあると思うけど、まあとりあえず素直にリーチをするっていうのは大事かなって。ちょっと下茶の動きが怪しいな。でも初切ってんだよな。だから多分ハクトチュンじゃないかな。これはうん、初切っちゃってるしね。1,2,3 の3色でどうでしょう。それが早そう。頭もあるし。で、5,6 の瞬つが狙えそうだから、こうなってくるとウーソを頭にしちゃって、ナン落として、ナンは別に薬杯じゃないから、ウーソを頭にして、ここに来ての自敗のツモがしんどいな。ウーピン待ちだったね。まあこれはしょうがないな。まあまあまあ、まあ、振り込まなかっただけよしとしましょう。さて、あー光ってんね。マンズがめちゃくちゃいい形になってんな。あーこれで、あーあ、ソーズも悪くない形になったよ。悪くない、悪くないよ。これもう Q1 切っちゃおう。
でもタンヤオはついてるし、タンヤオドラさん、タンヤオドラさんかな、リーチ面前タンヤオ、ちょっと待ってね、うわ小さい、いや、リャンゾーからでいいか、ピンフもつく、あとドラさんだね、はい、おはじめどうも。ちょっと朝なのでちょっと喉が枯れ気味ですけど、マンズはもう旬津が2つ完成してるから、あーっとここで、パーソーが、これはもうチーピン切って、パーソー、まあ別にパーソーいらないんだけどな、寝起きというか、まあ1時間半ぐらい前にリーチにゃ起きたけど、ここパーソーかな、パーソー切ってこれで、相手何なんだろう、わかんねえな、あでもリーチできる、まあ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 、いやうーピン大丈夫か、まあ数ピン切ってるし通ると信じましょう。よし、オッケー。これで、E ピン、スーピンの、やんめん待ち。まあまあ、タンヤオ乗らなかったけど、あーまあ、しょうがないな、これは。リーチの後だからな。まあまあ、1600、安い安い。ちょっとここ親を流すために早めに上がりたい、早めに上がりたい。え、トイメンペイで難入してるけど、トンをポンしていくトイトイかな、さあここでリャンワンを、引いてきて9ワンを切る、さあここでローソーを引っ張ってきて、そうだな、一品かなここは、多分染めだろうねもうこの中ハイ切ってる時点で5とか4の想像切ってる時点でね、もうまあ染めだろうなっていうところで、さあここなんだけど、どうしようかな、ここ切っちゃうか、もうこれ頭にしちゃって、ここあーまあ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 、ちょっと頭多いな。まあこっからだったら最悪トイトイでも、まあ泣いてトイトイにしても。
いいかな。まあトイトイで行くか。ここはポンですよ。はい、これで E1 と数1のリャメ待ち。完全にここだけ見ると染めてだよね。まあ数ワン出ないけど E ワンは出るでしょう。リャンゾー切ってし、あた神茶、神茶はもうきそこ切ってるから E1 は神茶からは出るだろうなっていうところで、はい、おはじめ、いらっしゃい。はい、ロンですわ。ロン、よしよしよし、はい、チュンのみ。何2曲目、ここ親だからね、早く上がりたいところ。ちょっとハイパイは渋め。まあこっからのツモ次第だね。パーソーが明らかに浮いてるからパーソー捨てて、ここでローピン引っ張ってくる。うーん、リャン、なんだこれ、なんだこれ、いやこれ、いやわかんねえチーピンだったのかな。むずいわ今のとこ。それにしてもめちゃくちゃ来るな。
本です。しんのこのハイパイ。リーチ。ちょっとここは、ああなるほど。いやーそれは無理だ。一発ドラさん、ドラドラ。でかっ。ハネマン。ドラ持ちすぎやろ。ドラ4って。言わんが言わんな、これな、難しいな、もう。まあリーチを早めにかける意味ではもう E1 切っちゃってドラだけどね、もったいないけど、これでほぼほぼ完成はしてるから、パワン切ろう。はい、おはじめ、どうも。どうも、ここが頭で、チーソー頭のあと1枚なんだけどな。まあ、4層積もってくれば、数層積もってくれば、タンヤオの目があるんだけど。レイスさんだ。さあ、あとはツモ次第だな。スパナ投げといた。なんかすまねえな、イーシャンテンからすまねえ。リーチです。追っかけるか。リーチです。リーチ。サブローワン待ちのリーチだけど、いや怖いな。これ神茶怖いだろうな。あ、ロンだ。ロンですわ。ごめん、遊ばせ。あ、裏ドラ乗った。これは美味しい。しかも1位からの直撃はめちゃくちゃ美味しい。これでなん、ローラス、ここで一気にまくれるな。
ここはもうとにかく早めの上がりを目指したいな。それパン。あらあらあら、ダブトン特急券を握りましたね。ダブトンじゃない。いやこれまずいな。イーソー切っちゃっていいか。手動スパムくん。おはようございます、初見です。どうも初見さん、いらっしゃいませ。ゆっくりしてってくださいね。嘘浮いてんな、切っちゃうかも。まあ3ピンいらないんだけどね。う、あのウーピンあるから、ここもう両面待ちになってるから、これいらないんだけど本当は。なんで切るの。いや危ないからでしょ。ちょっとそろそろ抱えてても危ないから切るんだよ。いや546ひっつけばドラ含み両面になるわ。それはもう結果論だ。そんなこと言ったらもうどれも切れなくなっちゃう。よし。うん。G1 出るだろう。出るだろう。一番最初にリーチしたものが強い。トン。トン。終わった。みんなと麻雀打つのって楽しいね。よし。まあ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 。段位上げるんだったらまあ2上がりでもありだよね。
っと待ってね。そういうのは細かい数字を言わないのがマナーですよ。何か映ったのは分かってるからね。あらららららら。いや狙わないかな。狙わないかな。さすがにな。告知はないかな。さすがにないかな。大残言もないかな。あれで九死九敗だったらね、まだうーんって悩むけど、九死九敗ですらないからな。まあこれこのまま、まあなあ、マンズの本一狙いでもいいのかなって。リーチだ。言うてこの1列目のここでは分からんべや。まあとりあえず現物落としていって様子見かな。まあここは降りてもいいんじゃないかって、降りちゃってもいいんじゃないかって。ジーニャボンです。やだな、これはちょっと嫌だな。Gです。
とりあえず天杯には持っていきたいな。ロンヤ。怖い怖い。朝からメンテみたいだね。なんかな。はじめこの朝活ほんまに健康的なんか？健康的だよ。これが健康的以外の何に見えるんだい？徹夜に見える。ビーチに普通に寝て起きたんだよな。いやーでかいぞ。いやでかいなー。でかいなー。おやまんでけー。おやまんでかいっす。団員戦だよ。よいしょ。さてと、さてと、両腕かな。出てるから急走はいらないから急走切って OK で、E ピンもスーピンがあるから E ピンも切って大丈夫。あと切れる牌はそのあでもここでそれ繋がってくんのか。そうだな。
それだったら、おいいピン頭にしちゃうか。ウーアンとウーアンローアンのあれはあるし、両面待ちあるし、 Q1 パワー1切っちゃって、ここで揃ったしね。これで456の、はいリーチ、はい強い、リーチです、はい強い。リャンウア待ち、リーチにゃ、はいロン一発、ロンですわ、ごめん遊ばせ。なあ、ウラドラ乗らなかったか。まあちっちい十分だな。しかもトップから取れたのはでかい。残念、ハッピーセットはツモだけなんだ。俺はこれを、ロンでの一発、ロンでの一発はダブルチーズバーガーセットと呼んでいる。リーチ一発ツモでハッピーセットなんだ。なぜダブルチーズバーガーなぜダブルチーズバーガーセットなんだって。そらダブルチーズバーガーセットがマクドの中ではうまいからだろ。上位に入るぐらいうまいからだよ。234、いや本当にダブルチーズバーガーセットってガチでうまいからな。イーペイコーの夢を見よう。ジーニャ、さあ、あとは、3ワンローワン、数ワンでもいいのか ?3 ワンローワン、リーチをかけるには。来ちゃった。リャンピンが来れば、リャンピンが来ればイーペイコ。ただ親なんで、まあウーピンでもオッケー。
赤ウーピン積もってくればまあまあよし。ただウーピンズ抱えてんだよなみんな、これ絶対抱えちゃってんだよな。まあ出ると出るとしたらまあリャンピンの方が出やすいのかなっていうのはある。あ、積もった。積もですわ。計算通りです。グラドラ乗らない。まあまあまあ3000。まあまあ親だからね。E1 発が出たな。はい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 、悪くないよ。はい、瞬通が1個揃いまして、234の瞬通が1個揃いまして、まあパーソー頭と考えちゃってウーワン、ウーワンパーワンあたりが来ればまあまあ美味しい。急速切っちゃえ。来たね。ウーワン積もってくるんは偉いぞ。456456456でしょ。で67のウーパーワン待ちの4ワン切って、数ワン切ってリーチか。ピンズでも受けれるね。ピンズも、234の67やから、ピンズもウーピンパーピンで、ウーピンパーピンのウーピンパーピン引いてきた場合はやっぱり数ワン切ってのリーチかな。まあウーワンをうまく積もってくれば美味しいなっていう感じで。
はい、これでパーワン引っ張ってきて、スーワンを切って、ウーパーピンのリーチ。少ないけどどうだろうね、出るとは思うんだけどな。ウーピンが来てくれれば一番理想的。ポンするよ。まあウーピンはでも切らないでしょ。まあ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 、あらね、残念でしたわ。しょうがない、でも親だから、親継続だからね、これね。またこれいいところ入ってきてんな、悪くない。これもまた早そうだね。ピンズの形がすごくいい。よいしょ。素直に自敗切ってりゃよかったかな。まあまあまあ、456の233、ここがまあいい形にはなってきてくれたか。あーいいね、そこでウーソを引っ張ってくるのは天才。456の、345のパーワン来るかな。C1、 お、リーチだ。薄いけどな、薄いけど、トラバリーチ。一発なし、勝負だ。ロン、おー
パーワン待ちだったでござるか。いや強いわ、ドラさんは強いわ。まあまあ直撃しなかっただけでよしとしよう。またこれ9ピンとかいうこの鬼使いづらい牌鬼使いづれい牌がこれ来ちゃったね。これ自敗切った後にもう処理できそうならパパッと切っちゃいたいけど、まあここでね9ピンとかがこう統一になってくれるとめちゃくちゃありがたいんだけどねっていうことで、はい切りますさよなら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 。そういうとこなんだよな、パーピンくん、パーピンくん、そういうとこなんだよな。そういうとこあるよね、ほんとパーピンくん、そういうとこあるよね、ほんと。いやーそういうとこだわ、ほんと。もう終わりやね。ちょっと待てよ、これどうしよっかな。まあ E1 かな、数番あるしね、数番あるから。まあ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 か、もう E リャン、リャンワンももう切っちゃって、一通はもうい一通はい、うん、山も切っちゃおう。4、5、6でしょ。じゃあ、いや違うもん、待てよ。ポンするよ。こいつ増えるな、そんなに増えなくていいんだけどな。あ、あれ、あの基本的に今は泣きで戦うより愚直にリーチを見てるだけなんで。それができなかったからね、俺はあの戦いで負けたんだ。ポンするよ。いやこれ数ワン切り、数ワン切りの方が良かったかな。まあ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 、あでも3が3は入ってきたから3、4、5、
3456789本です。スーワン来すぎじゃね？ちょっと来すぎじゃね？感します。私が甘かったせいですわ。まあ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 、よしよしよし、親流れちゃって、親流れちゃったけど、まあまあまあって感じかな。まだトンバだしな。ん？今のは親じゃないよ、俺。ちょっと自敗が汚いね。自敗が汚いね、ちょっとね。なんだこの自敗、あ、手配、うーん、厳しい。なるほど、一品切っちゃおう。いいね、三と五勘、涼感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 、Q1 もローワンが来たから、ローワン来たから Q1 外しても OK。 噛みちゃえば、ちょやめてもろて。ちょやめてもろて、それ危ない危ない。
あ、いいね。5、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 
コッコッコパーワン、ぽい、さよなら。ちょっと待って、時間が、えい、ポンニャ、トイトイか、怖えよ、怖えよ、カビちゃんが怖えよ、カビちゃんが怖え、トイトイ、いやでも怖え、ドラヨン握ってる時点で怖え、怖えよ、おはようございます、はじめさん、あ、おはよう、いらっしゃい、めっちゃ可愛いな、絵文字付きで、おはよう、いや流したい、流したいぞ、ロン。お前もトイトイがーい。しもちゃ以外3万点ちょっとかわいそう、初来ねえだろ、まあここはチュン泣きの、チュン泣いて、チュン泣いてもう素直にちょっと早めの上がりで行きたいけど、チュンが出るかどうかだな、よし、345、ポンです、ただ親がな、トイメンの親が多分めちゃくちゃ早く進んでんだろうな、これまあ、早っ、ちょっと待って、早いわそれは、ちょっ、親が、親めちゃくちゃ早上がり、連チャンする気配、ちょっとそろそろまずいぞ、あー奪われたね、1位を取られました、まあ難一局だから、まだ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 、これからこれから、俺の手も悪くなかったんだけどな、なんとかリーチ一発でドッカンと1万2000ぐらい入れたいとこだけどね、
よし、メンツができた。一メンツ完成。678678、パーソー、パーソー、使いづらいなーパーソー。言うて急走がもう切れちゃってるからな、2枚切れちゃってるからな。まあ、次の牌で次の牌が来た時にこれはペイ切るわな。ここでパーソーが来る。でもまあローソーか、ローソーはまあ置いててもいっちゃいいんだけどな。いや、いらねえか。いや、まあまず数層切って、数層切って、いや俺はちょっと、いや、まあこれ捨てれねえな。リーチです。おはよう。なるほど。悪くないよ。まあ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 。そう引けたらまあまあまあって感じか。リーチなんだよな。ロン。パーピン待ちだった。ウッパーピン待ちか。いやー、やばいぞ。親が止まんねえ。親が止まりませんね。親が止まりませんね。リーチです。来い来い、一発一発がよ、欲しいんだよ、早く来いよ、ほら一発来た。これロン、ほら展望よこせ。ほら裏も乗って、さあ展望もよこしやがれ、よっしゃー200点。もう何でもいい、何でもいいから上がれば勝ちだよこれ。まあまだ何2曲だからね、みんな落ち着いて、みんな落ち着いて、まだ何2曲だから。そっか、下茶、
下茶飛ばしちゃえばいいのか。なるほど、頭いいね。先輩来ねえかな。ちょっと待ってよ。リーチ。リーチです。リーチ。ハッピーセット来い。やったー、ハッピーセット来たー。これが本当のハッピーセットだー。リーチ一発免税、裏ドラも乗って79、イエーイ。ハッピーセット。さあラスオーヤ、ここは確実に上がっていきたいところ。はい、っぱい。待ってよ、待ってよ、待ってよ。2、3、5、6、6、8、4、4、5。パワン切っていいな。チーだ。吐くのみで。チートイの目もあるな。いやどうなんだ。いやチートイ、チートイどうなの。いやここはもうトイトイでいこう。トイトイで、トイトイ、トイトイ、トイトイで行こう。トイトイで、パパッと上がっちゃおう。トイトイで、チこれで何でも上がれるわ。これで何でも上がれるわ。もう G です。はい、貼った G だ。はい、ロン。あ、時間ダブロンじゃねえか。タンヤオドラ、イエーイ。もう少し親が続くんじゃよ。
ンするよ。なんでもいいよ、とにかく上がれたらいいよ。もうこれ1位だから、1位だからね、もう何でもいいね、上がれたらね、上がれたらもう何でもいいね、これね。三色好きだね、みんな。三色、三色好きすぎない？リーチです。もうしょうがないな、三色、三色にしてやるよ俺が。三色好きだね、みんな。はい、つも、はい、三色ハッピーセット。リーチ一発面前三色赤ドラハネマン。二人飛ばしたぞ。7番。勝たせていただきました。よろしければもう一戦いかが。よければもう一戦いかが。7万点。スクショした。100にも上がったよ。お、なんか報酬ゲットした、ありがたいね。麻雀って楽しいよね。おめえ課金したろ。いやいや、あー楽しかった、麻雀って楽しいな。ここで終わります。はい、ちょうどね、キリイシ8時からね、あのメンテが入るんで、ジャンタマさんね、いやめちゃくちゃ気持ちよかったな。うん、これって何なの、この、なんでこれ初心とジャンシあんの、こっちの初心って何に、これこっちって何なんだろう、なんで2つあるのこれ、前から思ってたんだけど。あ、サンマの、あーサンマか、なるほどね、サンマが、あーなるほどね、サンマか。ダウン戦ねえ、ちょっとここ低迷してたけど、ちょっと上がったね。前までさ、攻撃と運がめちゃくちゃ高かったんだけど、むしろ攻撃がめっちゃ高かったんだけど、尖ってたんだけどね。最近なんか速さの方もグラフ上がってきて、すげえバランスのいいグラフになってきた。友人戦のこの攻撃運防御のこのめっちゃ尖ってる。速さが全然足りない。超攻撃的な鉄壁、しかも運まで備えているっていう。
んちゃん、こんな感じだね。積もり 39%、 結構高いんじゃない。ほぼ4割。ねえ、補充率はちょっと下げたいね。補充 18% もあるな。ほぼ2割あるな。トンプーもツモ3割あるんだな。おはよう。お、春おはよう。役達成回数、リーチがあとちょっとで100回になる。あれ、俺リンシャン上がらなかったっけ。リンシャン、え、俺なんかリンシャン上がった気がすんだけどな。あ、友人か。あ、友人か。友人と団員戦で変わってくるんだ。背底、背底ラオユエ1回。イーペーコー13回。3色7回。一気通貫1回。本一単野を、あ、じゃあ、え、食いたんかこれ。トイトイ6回。三アンコウ、三アンコウ2回。チートイ1回。君一発多くない？一発27回で、友人戦は？友人戦は？リンシャン、ハイテー、ホーテイーペーコー6回。一発、友人戦の一発は4回しかないわ。大三元、ここついてんのかっこいいな。ここついてんのかっこいいな。大三元1回ついてんの。いやー、国士無双13面待ちつけたいな。はい、ということで、のんびり朝の健康的な朝を過ごしましたね、麻雀で。
うん、やっぱ麻雀って健康にいいんだよ。ああ本当に。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。どうしようかなって思ってて、このあともしかしたらまたすぐに何か枠をしたくなったら撮ります。はい、ランさんメンバー登録ありがとうございます。ドゥージェイさんタイヤリでした。とスパチャットありがとうございます。サリーさん、負けましたということでスーパーチャットありがとうございます。はい、ということでですね、対戦してくれた方々もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。アークは新マップまでやらない？いや、わかんない。やるかもしんないし、やらないかもしんない。ちょっとまだどうするかどうか、一応まあラスボス倒してエンディング見た、かっこ、他の配信の放送で、かっこ見たっていうところで、アークに関しては、まあ、新マップでもすぐ来ると思うから、そんなに、そんなに気にしなくてもいいかもしれない。うん。ということで、皆さん、次の配信でお会いしましょう。じゃあね。いやー。朝に麻雀するのいいね。なんかこう寝起きというか、まだ頭がぼんやりしてる時にこう頭を使うのはすごく頭にいい気がする、うん、頭の回転がすごい良くなる気がする。